どうもです。あつ、すべて無駄じゃない、過去も糧にオーバーザット。どうもあるかです。いいね。ということで8月10日でございますよ。おーいちわ出すんですよ。マスカラのね、フラゲビということで、はい、とりあえず開封していきますね。オーケー。で、これ特典のね、クリアファイル。クリアファイル2つこれいる。あ、2つだ。これ持ってます。あ、あんのか。ほんと、ちょっと偶然なんですけど、ガッティが初回限定版 A、B を買ったんですよ。そうっすね。で、偶然僕通常版を買ったという。いい、もうコンプリート。コンプリートなんです。この相性の良さ。あ、でも俺さ、ちょっと違うわ、クリアファイル。あ、ほんとだ。いいね、どっちも。こっちの、これもちょっと違う。あ、ほんとだ。そうそうそう。なるほどね。ショットがちょっと違うわけだ。あ、通常と初回限定版ってか。そう、初回限定版のやつで違うね。そうね。で、こちらですよ、本題っていうか、はい、こっちにマスカラの MV が入ってて、うん、こっちにフィギュアの MV が入ってる。そうね。で、裏が、ちょっとピンクなんですよね、うん、で、こっちは青。おー、なるほどね。斜めですね。へー、なるほどね。ということで、この動画ではちょっと初回限定版 A かな、マスカラの MV と諸々の特典をちょっと見ていこうかなっていう感じでやっていこうと思います。はい。めちゃくちゃ熱いですけど、熱いです。それ2つの意味で、2つの意味で、ね、2番のところやっぱ YouTube バージョンだと見れないところっていうところですもんね。めちゃくちゃいいっすね。ジュリのね、ちょっとその長めなパートがありまして、うん、そうだね、サビ前のところ確かにジュリ推しとしては熱いっすね。そうですね、見せ所 YouTube バージョンだと全然あんまこのパートないな。そうだね、ラップのところっていうか、クライドクライドのところぐらいかなって感じで、ちょっとありましたね。ありました、しっかりありました。よかった。ありがとうございます。ラップではなく、うん、クリーンパートで。そうだね。だから音楽番組とかはまだやってないから、マジで初めてだよね。そうだね。フルバージョン聴くのが、うん、映像的に超かっけえし、普通に。そうね。YouTube に、ね、出てるやつの雰囲気のままなんですけど、一番の感じとちょっと違う部分があったりとかね。そうね。歌い方も。音程的にも違うところがありましたね。慎太郎のパートとか。そうだね。結構そのジャニーズってその、ユニゾン歌唱っていうか、うんうんうん、サビユニゾンじゃないですか。確かに。でもこの曲ってライブバージョン見た感じなんですけど、結構3人ずつ3人ずつみたいな。確かにね。感じで歌ってて、だちょっと違うんですよね。そのこう、うんうん、歌声がこの、うん、このサビでも前半部分と後半部分。そうだね。だそういうところもいいな。確かに。ポイントですね。やっぱストーンズが歌うまいからこそちょっとできる手法なのかなと思ったり。ハモリが結構あるもんね、この。ありますね。ね、そこの部分は綺麗ですもんね。そうね、京本さんのやっぱの上ハモというか。京本自身やっぱ強いっすね。強いね、完全に。うん、2番のところの方がちょっと大人な雰囲気があるような気がしちゃう。そうですね、うん、より大人な感じというか、それが良かったですね、うん、ソロがちょっと見たいな、俺。ソロムービー特に見たいメンバーをこう1人ずつバージョンでちょっと見ていけば。あ、オッケーオッケー。いや、俺やっぱ10位見たいっす。ですよね。ちょっとマジで選べないじゃあちょっとジュリー見てる間にちょっと考えててください。あ、オッケーオッケー、はい。じゃあとりあえずジュリー田中のソロミュージックビデオいきましょう。グワグワですわ。グワグワ。ちょっともう中毒ない大丈夫。いやーちょっと見せらんない、吐きすぎて吐きすぎて、ちょっと、いやもう鼻血出ちゃう。出ちゃうね。俺今日暑すぎて一回ぶっ放してから鼻血。マスカラミュージックビデオの方は、その多分この撮ってるところをパートごとに切り取ってるじゃないですか。そうだよね。そこじゃないところも全部映ってて、うん、自分のパート以外もこうちょっとこう表現をしてる部分を全部見れるっていうことなんですけど、うん、田中樹らしいちょっとセクシーな。いやーセクシーですわ。すごいセクシーだ。あーただこう男じゃん俺ら。そうね。で男を見てるんだけど、おセクシーやんなって。うわってこう色気ムンムンな感じで、うん、かっこいい色気なんだよ。はいはいはい。なんかそこがね、なんかいいなって。でも表情がな、うん、もうすごいわこれ。絶対もう買った方がいい。いいね、そうね。推しの人はなかなか見せない表情というか見えない表情ですね。うん、いいですね。で、決まりました。決まりました。おっ、じゃあ行きましょうよ。一人動画も出してるんで、うん、京本タイム。今日もありがてえ。俺はもう京本売りの推しですから。最近熱いのが京本なんですよ。やっぱかなり目立つしね、この曲は。そうね、マスカラでもやっぱね、やっぱちょっと歌うまい人かっけえ。うん、かっけ。いや、これはありがたい。やばいじけてたキャンディーでーですわ。かっこよすぎ、良すぎだわ。やばいわ。
ですよね。やっぱピンクのとこかっけえなみんな。そう ね、ちょっとこう激しくなる。そうそうそう、ピンクのとこかっけえわ。ジュリの前のあのちょっと早いところのパートかっけえな、うん、このやつぜひ買った方で確認してほしいけど、ここかっけえ。京本大我さんって俺多分ダンス上手い方だと思って、うんうんうん、中でもね。そうそうそう、うん、多分森本慎太郎さんが一番上手いから、うん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 、だからこそその激しくなるとこ踊ってたじゃん。そうね、かっけえ。いいね。ちょっとさ、ジェス見ていいですか。ジェス見よう。ジェス見よう。これでちょっと最後にしますわ。とりあえず見ちゃっていいですか。見ちゃいましょう。うわ、ジェシー優勝かもしれんな。優勝かっけえ。あの2番のとこいいっすよね。めちゃくちゃいい。音程めっちゃ変わるとこはあるんですけど、これはもう YouTube バージョンでわかんない。いや本当に表現力えぐいわ。確かにそのストーンズあんま知らないよって人とかにも本当見てほしい、ね、確かに引き込まれるわ、うん、マジで。マジ霜降りバラエティ出てるジェシーと全然違う。180度違うね。せいやが勝てないんだもんね。そう、ボケ数で。ボケ数で。あとはもうあの勝ってね、皆さんの目で確かめていただきたいって感じで。そして、はい、僕らのこの感想で気になった方はぜひ。そうですね。まだ間に合いますね。そうですね。初回限定版 A 買えばついてますので。めちゃくちゃいいです。いいです。正直。1500円の代物じゃないよ、俺は。そっか。ちょっと気になった方はぜひ。いや、マジ。どうぞ買ってみてください。そんな感じで終わります。